ほやほ。かわいい。嬉しい。愛。スムージー、スムージー飲みましたよ。さらに可愛くなった。やっほい。かわいい。これもかわいいか。光るか。ここら辺全然定まらない。顔面可愛いですね。
やってみん。髪伸びた。あ、サヤンです。サヤンです。でもまた着るかもしれませんね。こんなに、まあ伸びたけど。前日に知りたい。でもそんなに切らないけどね。こんぐらい。こんぐらいまで。このぐらい。何？むずいな。このぐらい。このぐらい、このぐらい。イエーイ。でもまた気持ち変わるかもしれん。ロングがいいよって人いますか？ロングは嫌。イヤハもいるの？
じゃあボブがいい人は？なんでこんなにいっぱいいるんだろうね。なんかこのルームって本当に半分ぐらいいますよね。実は。ふふふふ。ボブ時代にサイを見つけたので、モブが好きってこと？最終決定権は自分よ。ちょっと今日の格言、今日の格言が今降りてきた。最終決定権は自分。ああ、最初に見た時の髪をみたいなとこあるんか。格言。ひよこちゃんみたいな。アヒルの子。そうなんだね。最初がいつかわからんかったら、あれになるね。好み、完璧に。好みになるんやね。細長い顔がショートよ。細長い顔。なるほどね。イコール私ってこと？ああ、そういう面長丸顔みたいな。面顔なんか丸顔なんかみたいなやつ。ああ、昔好きだった歌手がショートだったから。それもありそう。好きだった人がこうでしたみたいな。いや、ちょっと待ってください。すいません。でもタイプがもしあったとしても、どうせ推しになる子っていうのは、まあそれタイプに沿ってるかもしれないけど、沿わないパターンもありますからね。まあそりゃタイプだから推しもいますけど、タイプじゃないけど推しなんだよねっていうパターンもありますからね。なぜか好きなんだよ。グーネヌも出ねえぜ。グーネヌ。
出ねえぜ。タイプよ。こりゃタイプだみたいな。タイプは、でも推し、今まで皆さんが推しがいたかどうかは人それぞれですけど、なんかタイプがさ一緒だったりしない？私の推しは村重さんと斉藤飛鳥さん。まあでもそうだね。どう？わかりやすい？なんか私最近分かったよな、どういう人がどうなんだろうって。確かにタイプは全然違うけど、どちらともなんかお人形さんみたいな感じ。美しさと可愛さが共存してるっていう、そんな感じがする。美しさと可愛さっていうか、こうちょっとなんて言うんだろう、笑顔も可愛いっていうか、笑顔がめっちゃ可愛いところは共通点。美しさ、クールにもなれるし赤ちゃんにもなれるみたいな。衝撃が走る可愛さ。私？共通点あるはずだよね。そういうのを探すのもなんか楽しいけど、一回見て可愛さに衝撃を受けるのは、それは推しですね。まず最初に衝撃を受けた人ってずっと衝撃を受け続けると思う。かわいい、かわいいって言ったってさ、基本的にみんなかわいいじゃないですか。その中で、ね、なぜか特別にこう衝撃を受ける人がいるんですよね。それは推しになると思うんだけど、衝撃を受けたらそれが推しですね。私は思いますね。
活発な胃。ライブの一瞬で心を奪われるっていうのもすごいですね。不思議の魅力。胃の調子、良くなりました。良くなりました。お腹さすってます。もっと活発になりそう。さすったことにより。ケバブ食べてないですよ。ハンバーガー食べた。ハンバーガーを食べたってことは胃は治ってるね。そう、あんな重いものを食べるってことは、治ったっていうことだと思う。胃に負担がかかってしまったか。まあでもラーメンよりかはね。ラーメンよりかはいいと思うよ。アイスはやめた方がいい。アイスって胃に悪いんか。まあ、塩ラーメンやったらいいか。冷たいものは基本的に良くないんだ。じゃあ私冷たいジュースが好きなんだけど、じゃああんま良くないですね。
ジュースラブ。お酢？お酢か。ポン酢？ポン酢とか。酸っぱいの。ポン酢。みちょね。過剰に気にしすぎず楽しく生きたい。いや、そりゃそうよ。確か黒酢飲んだことないかもな。酢の味、なんかすごい酢の味がしそう。黒酢おいしい。味がちょっとあれだけど、リンゴ酢みちょはおいしいもんね。ザクロとかリンゴとジャスミンと美味しいもんね。リンゴ酢美味しいんか。リンゴジュースみたいな感じか。リンゴ酢を炭酸水で割ると美味しい。なんかツーだね。梅酒はお酒。黒酢のもずく。もずくいいよね。ところてんとか絶対体に良くない？梅ジュースラブ。梅ジュースが普通のストレートのあの梅の感じも好きだし、梅の炭酸も好き。ちょっと美味しいんですよ。ところでのことところてんって言うの好きなんよね。ところてん、ところてんどうなったこの前のみたいな。ところてんどうなった。でも一回ところてんあの一回買ったんよ、スーパーで買って、でもめっちゃ味が薄くてやめたんよね。あ、好き嫌いある。え、そうなんだ。ところてん、え、ところてん嫌いな人もいらっしゃる。実際、
え、梅干しは？梅干し苦手な方おる？あ、好きではない。あ、あんま買おうと思う。あ、そっか。梅干し苦手な方、あ、おった。苦手なんや、酸っぱいけん。甘いやつは、蜂蜜の梅とか。ああ、でも梅干しとかめっちゃさ、なんかお弁当、なんかおにぎり、お弁当のなんかご飯のお供みたいな感じだもん。じゃあその度にああと思ってしまっとったんや。梅干し、そう、殺菌効果があるんや、梅干しね。へえ。でもなんかお弁当によって梅干しの種類変わるよね。なんかめっちゃ丸いさ、丸い梅干しもあるよね。丸いやつあるよね。結構酸っぱい、あれは。どっちが好きかな。私蜂蜜の梅が好きなんだよね。蜂蜜梅、でも普通に売られてるスーパーのお弁当とかには絶対ついてない。でもコンビニのお弁、あのおにぎりの梅ってそんなに酸っぱくないよね。しそ好きだ。しそ？ああ、しそ？しそって緑の葉っぱ？あれは大葉？あれ？大葉？あれ？大葉のこと？梅しそ？大葉ね。大葉はなんかちっちゃい頃は苦手だったけど、今は結構好き。あ、しそジュース美味しい。そう、一回飲んだことある。しそジュース美味しい。ゆかり、ゆかりね、美味しいよね。大葉の天ぷら絶対美味しいやん。だって私、ガリの天ぷら食べて、あ、美味しいなと思った時に大人やと思った。ふふ 大人や。ガリいいよね。膝に置こう。
子供のままでいて、え、子供の、私もう26歳、あれ今何歳だっけ、私も25歳か、私も25歳、もう今年26って思ったらいつの間にか26歳になっちゃうんだよね。うん、気持ちがまだ25か。そうそう、ファンの方ね、ファンの方さ、あれよね、あの90なんだろう、98年みたいな数え年でさ、あのなんだろう、決めるけんさ、毎回さ、本来よりさ、あの一個上の年齢言われるよね。絶対に26歳の誕生日の日にもおめでとう27歳って言われる可能性ある、ある。26か、次でも実際25、26、うん、変わるかな。でも結構もう27歳の気分でいるよ私。もう酒の先行ってるから全然、急に明日今年27歳になるらしいっていう気持ち、現実になっても、あ、そっかってなる。もうそんな年になったかって。さすがに27歳になったらちょっといろいろ変わるかな。そうだよ、高尾沙耶香さん27歳、え、どうなんだろうね、どうなってるんだろう。さこちゃんの10年後、さこちゃん昨日生誕祭してあと10年いますって言って、10年後が27歳だよね。今から10年後が27歳なの。すごいな。いやー、すごいね。すごいな。でもさこちゃんにとってのこれからの10年もあっという間なんだろうなとも思った。やっぱり今17歳でしょ、であと10年でしょ、じゃあっという間なんだろうなって。私の10年後、あ、35歳か、意外といけるかな。いける？え、いやね、もし35歳まで続けたとしてさ、どう？ファンの方、もし今ファンでいてくれてる方を、いや、なんか、いや、いらっしゃらないかもしれないんで、それが悲しいから。いや、その、あの、この世界にいてよ、この世界にいて、この世界にいて、さすがに35歳の
サーヤンはなってなってるのか、そういう姿見たくない。それなら先にうんって。この世界に存在はしてますよ。それは存在してたよ。長生きして、それは。でも35歳になったらライブ2公演のした3日後に来そう、筋肉痛。でもなんか分からんけど、27歳のさこちゃんと35歳のサーヤンはなんか、なんだろう、そんなにあれだね、27歳と35歳だったらそんなにさ、なんだろうね、なんか変わんないね、今ほど変わんないね。魔法起きてるよ、魔法起きた。ね、面白いな。面白いな。確かにね、35歳までいたらさすがにいろんな権限持ってそう。持ってそうじゃない？サーヤンがこう言ったらしいみたいな言ったら、あ、じゃあそうだろうねみたいな。さすがに持ってそうだよ。さすがにさ、その頃にはさ、何期生だろう、10年後7期生7期生8期生ぐらいまでいるかな。7期生8期生いてさ、2期生高尾さやかが残ってるみたい、ちょっとみたいななるよね。さこさんと高尾さんがいるからみたいな。10年後の姫香がいる STU。10年後ってなったら、何周年だ、今7周年してるから17周年。ひゃーひゃー、17周年コンサートやってる。
おりゃん、ひゃーひゃー、確かにすごいね、曲数もたくさんあるだろうね。リクエストアワー100できるか。弓力はずっと歌ってそう。サータンって呼んでいいですか？え、サータン、一応サイアンなんですけど、まあ、なんでも。7周年か、今7周年しとるけん、はぁって感じ。その頃にはもう専用劇場ありそうじゃない？さすがに。専用劇場あるでしょう。いや、なんか本当にいろいろ時代変わって、うん、え、どう？専用劇場やっぱりどうでしょうか。アクセスの良いところ。でも音やんが、最近言っててびっくりしたのは、弓力が好きって言ってて。びっくりした。え、今までなんかライブのこととか、なんかなんだろう、ライブ見に来てくれても、なんか私を見に行くみたいな感じだったんや。コンサート見に来てるけど、まあ、実際には私がどういう感じなのかっていうかを見に行くみたいな感じだったはずなんですけど、なんか最近急に弓力が好きになった。あとペダルって言ってて、ペダルも弓力とペダルもおもろすぎた。やっぱ曲がいいよね。そうやもそう思うんやって思ってさ、嬉しくなった。まさかの弓力とペダルが好きらしい。おしめいはサーヤンだと思うよ。びっくりした。そう、私と仲のいいメンバーのことが好きなんよ。
あと暗闇も好きって言ってた。暗闇のあの防波堤でみんなが飛んでいくところが好きって言ってた。防波堤ジャンプ。まさかそのお父やんとそういう話ができるって思ってなくてびっくりした。こんな日が来るなんてね。反対されてた。あ、必要入ること。うん、最初ね、最初は即反対だって。でもアイドル全然興味ない感じだった。写真集については話してない全然。どうしたの。全然写真集見たのかな。見たと思う。でも写真集の感想はない。まあでも家族でそんな感想を。家族はだって兄弟とかも見たくないって感じだった。兄と弟がいるんですけど。そうね、お姉ちゃんとか妹とかだったら全然感想あったと思うけど、兄と弟はなんかどっちかっていうと冷やかし系なんで、私がアイドルになった時もちょっと冷やかし系だったか。あれよ、PR 舞台のムック本は見たがってたけど、そうそうそう。初めまして。うん、でもグループのことは気になってる様子、 ST のことは気になってる様子。今日私東京にいたんですけど、あ、いたっていうかいるんですけど、結構外にいたんですけど、都会の方に。
ファンの方に全然会えなくてまあそっか、お仕事中ですよね、ファンの方は。やっぱイベントとかになったら絶対こうファンの方がいてくれるじゃないですか、来てくれたりとかライブとか、うん、なんかそういう空間を本当に大切にしないとなってめちゃくちゃ思ったんですよ。いやそうなんや、ここにいるよって、ここにいるよって思ってたんだけど全然会えなかったです。あ、東京は広すぎてってこと？範囲が広いから。いやでも会いたかったですねそうなんや。そうそう、そういう感じのことをしとったんや今日は。東京ね、東京すごいな。そう、いっぱい歩きました。そうですよ。どうなんでしょうね、東京。うん、東京すごいよね。うん、なんかこうやっぱ上京していくメンバーたくさんいて、東京にいるんだなって、住んでるんだなって思って、すごいよね、人がいっぱいいて、何線が何線でか分からんってから。結構人酔いもしたし都会の方行って人酔いもして、まあこれも慣れていくんだろうね、住んだら。わかんないなぁ。よいしょ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 。あのね、外国の方がたくさんいましたね。でも多分半分ぐらいは外国の方だったんじゃないかな。うん、観光地、まあそうだよ、東京はそうだね、観光地であり。まあ私が今日行った場所がね、今日行った場所がそうだったんかもしれん。その場所によって変わるね。広島もか。
どこでしょうね。どこに行ったでしょうか。急に急に どこでしょう。楽しみに。そうだな。今日なんかそう YouTube 撮影してて、撮影をしてたんですよ。そしたら全然知らない方がめっちゃ三脚立てて、横にスタッフさんの横に三脚立てて撮影しだしてこれ頭誰ふうみたいな、ふういずフーイーズみたいな。でスタッフさんが「あちょっと」みたいに言ったら「あソリ」みたいな「フリーフリー素材」みたいな感じだった。一瞬急にスタッフさん増えたの YouTube の。おもろかった。ジャパニーズアイドル、そうジャパニーズアイドル、しかも結構ガチなカメラで三脚、信号が青になって多分後ろから来られて、その流れで三脚を立てて、今日は暑かったな。多分日焼けしたかもしれない。日焼けしたかもな。ちゃんと日焼け止めは塗ったけど、顔赤い。チークじゃない、チーク結構撮影してる時、その外国の方が普通にスマホで写真撮ったりしてたから、でもなんだろうね、もういっかかってなった。そうなんや。なんかもう堂々とこう「ああ」みたいな「はーい」みたいな感じだからさ。どっかに乗ってんだろうな、どっかの SNS に。まあそうね、急に都会の真ん中で撮影して、カメラマンさんもいて、そうなるよね。撮っていいんかなってなるよね。完全にプライベートやったらさ、ちょっとノーって感じだけど、
今日はちゃんと撮影できたんで。そうなの、プライベートはね、でも日本、なんだろう、大分のロケで純一ダビッドソンさんとロケした時は結構みんな写真撮ってた。ロケ風景のなんかやってるみたいな、写真撮ろうみたいな。伸びしろですね。本物と思ってる。本物の選手と思って。面白いですね。その可能性もあるか。その可能性もあるよね。まさかって。今日は暑かった。よかった、半袖で。半袖早くないと思ったけど、全然半袖でいいですね。でも確かにね、逆にさあ、 STU だみたいな反応あっても嬉しいけどね。もう半袖。STU だって。ロケの時は気づいてくれたら嬉しいですね。確かにロケ、そうね、推しがロケしとったら嬉しいね。近くに。プライベートはちょっとあれだけど、ロケの時だったらってなるよね。公開収録ね、結構緊張するけど。口開けて見てしまう、おもろい。
しいね。そういう方がいるっていうのは嬉しいよ。本当。でも普通にロケしてて、なんか誰みたいな目で見られるよりかは、はあって可愛いとか知ってるとか、そういう方が嬉しい、ね、そうなったらいいよね。でも結構目線で分かるかも、うん、目で分かるかも。え、誰みたいな目と、おっていう目見つけたら叫んでもいいですか？いや、叫んだら多分ね、ちょっと、もしかしたら、ちょっと連れて帰るかもしれないんで、叫ばない方がいいかもしれない。連れて帰るかもしれません。退場。退場。プライベートはちょっと、私プライベートはね、ちょっとびっくりするんよ。スケブプライベートでスケブ持ってる。いつ会えるか分かんないからね、推しに。推しにいつ会えるか分かんないから、ずっと持っとくしかないもんね。どこに行っても。草葉の陰からそっと見守ります。草葉の陰。見かけたら目を背けて立ち去り、そっとします。そうだね、プライベートだったね。気まずいよね、メンバーおったら。自分が行った場所にね。気まずいよね。お互いさ、ってなとこあるよね。お互いみたいな。いや、そうよね。狙ってなかったらね。7年間メンバーに会ったことない。まあ確かに同じ会場でイベントがあって、その会場で会うとかだったら全然ね、おーってなるけど、全然お互い全然なんともないとこでうってなったら、
まず本当にサイヤンか疑う。確かにサイヤンじゃないかもしれないもんね、サイヤンと思ってたらめちゃくちゃずっとサイヤンと思ってたけど、なんか最後あ全然違うじゃんって時もありますか。ずっと気にしてて食べる前まずメニュー頼む時に気づいたとして、そうよって気づいたとして、でやばいサヤンがいると思って食べて、気まずいまま食べて、やばい味がしないみたいに食べて、食べ終わって最後ちょっとどうしようって気まずいと思った時にパッチラって見たら全然違う全然違って悲しいね、それも切なくない、全然違うじゃんなんだったんだってご飯の味がってすぎる、切な、切ないね。似てる人いそう、サーヤンに。そうだけど、いない、おらんかな、よいしょ。時々さ、サヤに似てるみたいな投稿見るけどね、コンビニの店員さんがサーヤにでみたいなとこ、今サーヤに似てる人見かけたのが全然その土地、その土地にいないのに、どこのね、どこなんやろ、コンビニの店員さんでサーヤにの人系統、そこのコンビニ行きたい、じわるサイエンじゃないのに原宿ね、確かに服、この服の感じとか似てる人でいいんだ本物じゃなくて、確かに私も見てみたい気持ちはある、実際自分に似てるっていうのはどういう感じなのか、急に足痛くなるときあるよね、足痛。今日は可愛い服でした、
明日は、衣装ですね。かわいい。嬉しい。嬉しい。確かに肩出とる。男女買ったかな。嬉しい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 。よかった。確かにイヤリングも。耳痛くならんやつ。読もうかな。タッチーさん、バリーさん、セイヤンさん、フジポンさん、リョウヘイさん、マイセンタン、メタボさん、F 渋谷さん、犬ちゃん、おじゃまるさん、ヒラニー、ナナウさん、キチネさん、ジンタさん、オーサムさん、ロックオンさん、ホタテ様、サトケンさん、トーモさん、ユイゾウさん、ヒヤキラさん、トキワさん、メガバイトちゃん、ラティアさん、ユイチロウさん、ナオさん、ニノマルさん、ナルさん、ガッチャン、リョウさん、クチさん、ファルコンさん、ありがとう、ありがとうございました。じゃあねー、バイバイ、バイバイ。